どうもこんにちは、 T さんです。ということで今日もまた久しぶりに検索してはいけないシリーズということでまたやっていきたいと思います。今回検索するワードはイルカの夢でさようなら意味がわからん。ウイルス、サイト、ネタバレ、動画、やばい系か、これは。わぁ、ちょっとまずそうなやつだなぁ。ハード系かぁ。まぁ、ちょっと躊躇はするが、泣かぬなら泣かせてみせよ、ホトトギス。は、検索さぁ、何が出てくるんだい。検索失敗しちゃった。もう一度だ。ほうほう。概要欄か。インターネット上で公開されているウェブサイト？え？画像系じゃないの？あ、ちょ、また間違えた。こらこらこら。よし。ミスるんだよな。画像で一回見てみよう。おお、こういうのが出てくるんだ。え、なんかなぜかここにアナゴさんがいるけど、どういうことだ。なんでこんなところにいるんだい。いつものアナゴさんと違うけどな。これなんだ、これ誰かが書いたやつか、うん、そしてここに猫型猫のドラえもんがいるけどまああれは猫型ロボットだから違和感はないが、なんか変な女の子の画像が出てきたな。なんかサイトがあると言っていたが、ちょっとそれを探してみようか。さあ、調べてみた結果、何やら得体の知れないサイトにたどり着いたんですが、クリックすると何か起こるみたいです。さあ、クリックしていくぞ。ほ。お？これはさっきの女の子だな。あらら。なるほどね。なんか、どうなってんだこれ。うわ、なんかやられてるぞ。どうなってんのこれ。あらら、やばい。ヘッドショット。言ってる場合じゃねえぞ、お前。ほうほうほう。うわぁ。もうこんなんなっちゃったよ。なんか出てくんじゃねえだろうな。俺なんか生き返ってるけど。元通りってか。これで終わり？なんか流れてきたぞ。避けようか。こうやって。これ何？これもクリックできるみたいだな。あれ？どっか行っちゃう。あらら、どっか行っちゃったぞ。なんかクリックできそうな感じなんだけど。なんもならないよ。お、なんだこれ。え、なに？うわ、なんかすげえ文字が流れてきた。おいおい。あかんかん、なんか NG ワードがすごい。これクリックできそうだ。びっくりした。なんだよ、この驚かし方。もうでもクリックできないのかな。なるほどね。脅かし系のやつだ。ということで、検索するとこうなっちゃいました。はい。
ということで今回はここまで、また次の動画でお会いしよう。